きげんよう、劇団小柱の店です。お疲れ様です。先ほどの怒りを、うん、いや、まあまあまあ、そうですね。本当にメンバーシップ用のありえないですよね、あれね。いや別にあのメンバーシップじゃなくても大丈夫ですよ。あれはびっくりしたっていう話があるんですけど、はい、M6 に今ハマってて、うん、M6 でなんかいろいろ管理したいな、なんか一元化したいなと思ってるけど、やっぱ一番の問題がそうマンスリー問題だよね。小さいな、幅小さいな、うん、マンスリーがいろいろコメントでもおすすめしてくれたりもした。買った、多分今のミナホリックとかでやると思うけど、結論としては多分小さいなってなる。当たり前なんだよ、限界があるんだから。バイブルの半分もないんだ、小さい。だけど諦めたくない。 M6 で気持ちよくマンスリーを管理したい、してみたい、ちょっとでいいから。よく考えてよ、私はバレットジャーナル出身さ、何でも書いてきたんだ。過去作ろう、マンスリーリフィル。どんな感じで、どんな感じで、それだからこう線引いて月火水木金って書いて。いい書いてるから顔に。だから書いたって幅変わんねえんだろうがってね、わかる。視聴者も思ったと思う。いや書いたって幅変わらんやんかと。うん。蛇腹になったらいいんじゃない？ビコ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 って。でマンスリーって記入する頻度よりも見返す頻度の方が間違いなく多い。だからあの蛇腹でいいんだよ。書きまくるんだったらやっぱ蛇腹ってさね、書きづらいとこが出てくるから、うん、うん、やっぱ嫌だけど検索しちゃう。あるけど、どベタ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 って言って1年間がありますとかね、違う、そういうことじゃない。むしろそれ半分になっとるやないかってなるやんか、面積が、うん、むしろ狭くなっちゃってないんだよ。マンスリー1ヶ月がちゃんと見えるやつが僕は見つけることができなかった。そしたら神様が脳内こう語りかけてきた、久々の魔改造企画だろうとってなったよ。だから今日の企画はこれです。蛇腹にしてマンスリー1ヶ月をいい感じに、もう手書きだけど、まあ不器用だけど、俺が不器用だけど、やっぱ自分で手書きで書いてみたいんだって思ったから書いてみて、なんかいい感じに作れば、まあ動画のネタぐらいにはなるでしょうとか、そういうこと、いや、まあ、そういう話じゃないんだけど、まあでも維持するのが楽しいからみんな見てってよ、です。3枚だよ、こうひっついててこうだよね。これがこの広さになれば広いじゃん、面積でかくなりそうじゃん。穴そのままでいくんすか、引っかかっちゃうもんな、広っ。ここを切ります。切ったら折りたたんだ時にここにはまるはずだから、うん、でちょっとだけずらす、こうやって。なぜ、ま、多分うまくいくからずらすわ。はい、よっしゃ、血が触るね。切りました、こんな感じで。ほらこれいけるっしょ、勝ったっしょ、マジ勝ったっしょ。閉じた。これでマスクに折り目をつける。広いな、広いな、これでええぜ。難しいのは月火水木金7つあるから、こう狭いところに月火水木ってして金土日にしよう、私はね。でここはまあ多分人によると思うんだよ、月々だから。要はねこれ6段いるのよ、マンスリーって最大5週間なんだけど、例えば30日とか31日の時に、ああ例えば4月、そうだね、うん、日曜日が1日でってなると4月の第5週っていうのは1月の段から26日からすると5週間後になっちゃうのよ、うん、そういうことがあるから6週間しとかなきゃダメですね。はい、一応こんなもん作りましたよ。で申し訳程度に MTF で申し訳程度にSS だけ書いとこうかな、こうやって。はい、で1、2、そうですよね、3、9、30、うん、やっぱそうやね。月曜始まりにしたらああいう位置ずれとかはあるんだね、うん、でも月曜始まりにしたら日曜始まりの時に6週になるから、やっぱ6段はいるんだよ。書きましたさ、はい、こうだね、普通は。いや、でかっ、広っ。例えばちゃった、ほらすげえじゃん。
でもこれ普段はこうだから。で、短く切ったじゃん、片方だけ。取りやすいんです、重なってないから。ああ、そういう意図。はい。で、これさ、まず月か普通に書けんじゃん、こうやってこの下地で。ここも書けんじゃん。これマステだから、何回折っても強度強いんで、こうしたらこっちも書けます。全部下地で書けます、外さなくても書けます。はい。で、例えばだよ、ここにだよ、まだまだ俺の時間だぞ、本当マジで。ここにデイリーログ入れたらいいんじゃないですか。今日のことを確認しながらで、このタスクはここに入れれますねみたいなこともできるんじゃないです。やばない、これ来ちゃったんじゃない、これマジで。ちょっと待ってください、待ってください。例えばですよ、ロールバーンで朝自分のデイリーログ書いて、今日はお出かけだってなったら書いて、How was that? この蛇腹マジ丈夫なんですよ。これはマジで価値格だなと思ったのは、実はこれ事前に試しに作ったんだよね。トレーニングノート、メニューを書いて、やっぱ9個とか多いじゃん、ちっちゃいじゃん。蛇腹でやってこうやって置いて見せるみたいな、こんなこともできるんだけど、これ便利だなと思ったから、絶対マンスにもいけると思ったんだよ。ライフの髪がいいですね、また。そう、ライフの髪のこの音の感じね、音の感じパターンね、いいよね。上手だな。いや、そう。で、このマステのところで折り目がついてるから、だから多分これ今日はやんねえけど、裏側にマンスリー書くのよ、ひっくり返して。そしたら来月ちゃんと折り目をしっかりこっちで作ってあげたら、これは4位よ、絶対。なんて4位。4位ではないか、良いではないか。はぁ、良いでは。やっぱ、M6 に入れちゃったよ。バイブルレベルの大きさの。いや、これやば。なんならバイブルのサイズ超えとるもんな、ちょっと。で、デイリーログも入れちゃって、ここにメモしてって言ったら、1日がここ開けたらもう開けるレベルみたいな。この大きさですから。まあ、てってれんだろ。これはてってれん、申し訳ない検証結果ですが、てってれんですごめんね、短くなっちゃった。はい、はい、というわけで、はい、今日は蛇腹のマンスリーリフィルがないなら作ればいいという精神で作ってみました。皆さんもっと綺麗に作ることができると思います。スタンプとかシールとかでさ、やったら間違いなくマンスリーリフィルよりも広くて、なんならバイブルよりもでかい。そしてこう右と左をうまく使いこなせればタスク管理にいいだろうし、そもそもここマンスリーじゃなくてもでっかいのこうやって作るだけでもさっきのハサミとマッセルできるからね、うん、めっちゃいいと思います。でライフの紙やったら丈夫で、おすすめなんじゃないでしょうかっていう動画を作りました。もしよろしければチャンネル登録高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグイマルミンで視聴者の方が交流をしております。そちらの方も Twitter、Instagram 覗いてみてください。楽しんでもらえると確信しております。激コバサブスクというメンバーシップがございます。こちらはなんと月額190円で今日の動画のノー編集版の事前視聴、そこが可能になっております。まああと劇団コンバーシアルでの過去のコント作品の見放題、こちらもファンの方は楽しんでいただけると確信しておりますので、ぜひ、ご検討ください。とにかく私たちを応援してください。よろしくお願いします。おしまい。面白い話なんやけど、最後のオチから先喋るね、はい、お前がなって言ってしまった話なんやけど。なんすか。今日工藤さんのホワイトデーのお返し、まあ他の関係者のお返しも含めて四つ高島屋に行ったのね。はい、あの駐車場あるやんか、うん、で、あれ2000円以上買い物したら2時間無料だから、うん、2000円以上買い物するんであれば、まあ俺もちょっと生意気ながらもデパートのその駐車場使うのよ、うん、外の100円パーキングじゃなくて使うのよ。普通使う。俺の中ではこの建物の駐車場っていうのはお金持ちが行くとこっていう感覚なんだけど、まあ、2000円以上買い物するんであればそれでいいかなと思って、はい、まあ、止めたのね。で、あそこって自動生産システムやんか、うん、要は出るときにこうシャコーンってやって値段を先払って、うん、で、車からもう多分あのちゃんとナンバープレート見えた状態で、あの OK って言ったらジャコーンって開いて出るって言って出るでしょ、はい、だからあの駐車券見れたりしないじゃん、うん、出るときに、う
で、こうスーって開門して降りてっててさ、したらあの入り口のところでこのスパーンのところで止まっとんよ、うん、車が、うん、あ珍しいなと、自動あの事前生産せんかったんやと思って、うん、珍しいと思ってさ、で止まっとるからまあ待つやん、うん、一向に動かんのよ、はい、何しようのと思ったら前の車のあの女の人がね、うん、すっごいカバンとかこうやってやるよ、はい、多分駐車券のあれ忘れてんのね、あなくしてんのね、はい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 、すっげえ探してんの、うん、うわマジかと思って、まあでも自動生産も先にゼロで2時間無料やし、まあ大丈夫かと思って待つやん、したらなんか車動き出したんよ、スーって左側にビューって寄ったんよ、うん、何してんのと思って、だって右側にあの生産機あるのに左側に寄るのおかしいじゃん、うん、おかしいなと思って、まあ待つやん、まあ、やっぱこうやってやるよんよ、うん、こんなんまでしてこうやってやるよんよ、うん、そしたらドアミラーが、ドアミラー違うわ、あドアミラーだよね、この部分、うん、ビューって閉じたんよ、俺そこでやっと気づいたよ、この人先行ってくれって言ってると、これ2つ俺の中で先行けない理由があるよ、まず1つ目、あのあれ自動生産システムってナンバープレート見てるからカメラで、はい、ナンバープレートとその情報が一致してるから出してあげるよ、うん、だからもうそれ読み取られてるから俺が向こうから行ったら出れない可能性の方が高いじゃん、うん、だってそのナンバープレートじゃないというかそれ不正ですよねみたいな、だるいやんか、うん、無理なんよ、でもう一つどう考えても入らんのよ日産ノートが、その幅は、うん、これを閉じたぐらいでは、うん、そんなリスクを背負ってがんじがらめになったらもうむちゃくちゃやんか、はい、でも止まっとるよ俺も、そしたら向こうはなんかこうずっと俺を見よんよ、こうやって見よるわけ、こうやって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 、はいはい、いや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 、まあ、待つよ待つよと、だって観念し金払うしかないわけやんか、もう、まあ、ないんなら、うん、うん、って待っとったらドア開けてきて、来てすいませんちょっと駐車券が見つからないんでここちょっと先行ってもらっていいですかって言われて、うん、あーあのちょっと待ってください、あの多分あのカメラのやつでもう読み取られてるんで、僕が多分後から行っても僕も出れなくなるんで、もういいですよ、あの見つけてもらったりあのスタッフ呼んでもらったらいいですよって言ったんよ、うん、そしたらなんかちょっと、ま、おるやん、ま、焦っとったら相手の意見が理解できない人って、うん、いやもうちょっとそれよくわからないんですけどもう行ってもらっていいですかみたいな、めちゃくちゃ切羽詰まっとんよ、はい、あーじゃあこれ二つ目の方言おうと、あいやでも正直僕の運転技術ならちょっと僕ここ通れないっすよね、そもそもね、ごめんなさい、でいいっすよって言ったら、じゃあ私が運転しましょうかって言ってきたんよ。は。嫌だよってなるやん。はい。そんな駐車券のこともうまくできない人が、人の車をあんな狭いとこ絶対当たるところをうまく運転できるわけないやん。そんな人に車預けれるわけないやん。うん、いやいや、まあそれもちょっとまあいろいろご迷惑もかかるし保険の問題もあるんで、大丈夫ですよって言ったら、じゃあもう私はもうこのまんま駐車券なくしたってことで、もう高いお金払って出ればいいんですねって言ってきて、心の中ではよ、そうだろうって思ってんだけど、いや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 、まあスタッフとか呼べるかも、いやいいです、もういいです、もうあのこのローズカードっていうあのあるじゃんか、高島の、はいはいはい、もうこれで払うんで、これ入れたらできるんで、本当は割引あるんでいいんで、やりますからとか言いながらジュンって入れて、そしたらビョンって開くやんか、はい、って言いながら車バンって言って、あのドアミラー閉じたままこうやって出ようとするんよ。はぁ、あ、まあ、まあ、前の動画の時も言いましたけど、私は基本的に舐められ体質なんで、みたいですね、舐められるんですよ、はい、でもあれ舐められ体質であることは理解してるけど、舐められることには慣れてないからやっぱイラッとはするけど、うん、はぁ、あ、なんだこれと思って、うん、でジャコーンってしまってて、俺がブーンって言ったら、もう後ろもそんなの時にブーンって言ったら、また当たり前だけどジャコーンって開いて、ですよねと思いながらこう出るやんか、うん、そしたら高島屋の出口っても2つあるんだけど、多分工藤さんが分かる、オレンジに近い方側から出ると、はい、左折してくださいねのとこやん、はいはいはい、左折ね当たり前だけど、まあまあまあ、でそっからもう
1キロぐらいずっと前だったのね、その車が。ああ、なんかもうその後ろずっとついてくる、ムカつくやん、ムカつくなと思いながら見てたの。そしてまあまあでも、もう俺は悪くないし、うん、あの人もまあ一つ被害者と言えなくもない、人を嫌な思いさせただけで、まあいいよとやってたんだけど、ふっとナンバープレート見たらさ、あのちょっと個人情報になるからあれなんだけど、一桁目は言わないけど、下三桁が889だったのよ。早くお前がなってなったって話です。じゃんじゃん、びっくりしたよね、鳥肌立ったよねあんただよってあんただよ、早くは、なんでそのナンバープレートはってなったよっていう話ですよ。さあ動画撮るか、ちょっと一回止めますはいはいいやいやいいいい、書いてるから顔に、だから書いたって幅変わんねえんだろうがってね、はい、そういう あんまオラつかない方がいいよ。いや俺確かに根っから舐められたい人だけど、違う違う、オラつかない方がいい。俺も情けない気持ちになるから、やっぱムカッとするし、オラついてないんですよ。いや顔に書いてたからよろしくって書いてたから、びっくりしたよ。よろしく星って角田博しか使わないような星書いてあったよ。よくない、違う違う、だからそれはいいんだよ、そのオラつき癖があるのはいいから。興奮が過ぎる。いやいや待ってください、待ってください、あの後であなたの時間もあげますから。いや、いらない。いや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 、もう何すねないで、何すねないでよ。な、やがった、分かった、後で工藤さんもあの考えさせてあげるから。何を？ちょっと今は俺の番、はい、やめて、どうぞどうぞ、やめてや、俺の時間やん、やめてや、やめてや。いますね、そういう子供。やめー、やめて、やめ、ちょっとだけ、ちょ、んー、じゃあもう、はいはい、ミスレ、ミスレ、ミスレみたいな、本当に親の顔見てみたいよ、割とまともなんだよな、ああいう子供の時ってなんならちょっといい親が多いんだよ。あ、なんで？いや、素直なんじゃない。あ、やっぱゲームってずっと自分側の番がいいやん、我慢できる子の方が心配になる時はある。でもうぜえのは間違いねえんだけどな。クロワッソってなるよね。クロワッソお前つって。クロワッソ？クロワッソって言われたことない？なんか田舎のじいちゃんとかに。クロワッソお前。え、ない。あ、ない。お見舞いするぞみたいな意味だよね、言ったら。へえ。